ほどた古墳群、ほどた古墳群の一歩、渡り田古墳群は、群馬県高崎市ほど田町、井手町にある古墳群。1985年9月3日に、国の史跡に指定された。八万塚古墳本古墳群は、春名さんの南麓の歩、渡り田、井手の地に分布しており、双子山古墳、八万塚古墳、 薬室化古墳の3期の大型前方後円墳が残っている。軍の西南部に最大規模の双子山古墳があり、その東北方に八万塚古墳、その西北西に薬室化古墳がある。築造年代は5世紀代の後半も終わりに近い頃から6世紀前半代にかけてであり、双子山古墳、八万塚古墳、 薬室か古墳の順に造営されたと推定されている。出土品や遺跡についての情報は、隣接するか見つけの里博物館で公開、展示されている。双子山古墳墳丘長108メートル、公園部計74メートル、高さ10メートル、墳球部が三段築成で、前方部幅71メートル、高さ7メートル。集合は馬帝型で二重に作られており、 内堀部に公園部を囲むようにくびれ部と、斜面側後方部分に、中島を4基配置している。噴宮、中島、中庭部とも河原石で吹石としている。遠筒派庭列を巡らしている。噴宮北側の中包部分の一角から、外堀西北部の外側部分に、人物派庭や飾り馬、イノシシ犬、盾、蓋。 家などの継承派庭を配置した区画が見つかっている。八万塚古墳石管墳丘場102メートル、公園部計56メートル、高さ原存約6メートル、前方部幅53がメートル。高さは作平されてわからない。集合は馬蹄型で二重に取り巻き、さらに外側を、幅の狭い外集合が巡る。内堀部の首レブと公園部後側に四基の中島が、 配置されている。噴球には、吹石が吹かれ、円筒列が、噴球す部中島す部中包み園に見られる。前方部前面の中包み上に、円筒埴輪列で方形に区画された部分から、人物類や、馬鶏などの家畜、イノシシ水鳥など、狩猟鳥獣をモチーフとした、継承埴輪が出土している。これらの動物埴輪は、 ハニワ祭司の一つの表現様式として注目されている。また、ほどた八万塚古墳からは、ウカタチュハニワが出土しており、首を高く上げ口に魚を加え、首に鈴のついた首紐がつけられたウの姿が表現されている。ウを用いて、川漁を行う会は、文献資料では古代中国の歴史書、随書や古事記日本書紀において見られるが、 ホッドタ八万塚古墳出土の丘立葉庭は,は古墳時代から儀礼、行事としての迂回が行われていた可能性を示す資料として注目されている。薬室か古墳墳丘部が最高寺の道や墓地のため南側から東側にかけてかなり削り取られている。墳丘町100メートルを超え二重に集合を巡らしていたと推定されている。吹き石が吹かれ。 埴輪類が配置されていた。埋葬施設は、船形石棺で、江戸時代に掘り出され、墳球上に保存されている。双子山古墳の主体部は、公園部長部のほぼ中央にあり、川原石積立穴式石室であり、船形石棺を置いている。埋葬施設はか乱され、洞窟されていたが、昇格付け株と蛍光、鉄属、鉄鉾、金製装飾具。 混同性食理、鉄製の工具、玉類、バグ、石製模造品、装飾台等などが破片で見つかった。また、洞窟を考慮すれば、同郷も伴っていた可能性が高い。なお、石棺外石は見つかっていない。現在、保存のため石棺は、公園部分超過1メートル付近に埋め戻されている。八幡塚古墳は、公園部に、船形石棺と、 砂利層が露出しており、せっかくが存在したと推測されているが、詳細は明らかでない。副葬品は、鉄地コンドバリ富士形鏡板の靴輪と、同剣量形業用、小せっかくから鉄頭片、甲冑片が出土したとの伝承がある。また、紛糾東側首レブの中島から、高月の弾きが出土しているが、初期末期高月を模造したもので、 古墳時代後期の初期と推測されている。薬室化古墳は、天那三年に発掘されたとされる、業界岩星の船型石棺が公園部長部に保存されている。その時に出土した、防生内降下門橋、中道性バグ類、玉類が、最高時に伝来、保管されており、重要文化財に指定されている。ありがとうございます。